はい、皆さんこんにちは、アチェでございます。太鼓リスネ5ですね、パート117やっていきたいと思います。長足壁をね、落としなさいよというとこで、どうしましょうかね。茶会開きましょうかね。じゃあまた攻めましょうかね。国力がね、かなりね、あるんでね。徳川家の治める、北条家、まあ徳川に、ね、後でね落とされるとこなんですけどもね。まあ指名伝達やってね。浮田さん、あなたはありゃ、浮田さんはこんな感じだっけ。あ、弁舌三術か。弁舌三術なら軍資金かな。最大で、柿崎さん、柿崎さんね、この人武将なんだね。まあせっかくなんで、もうね、治安向上してくださいと。で、加藤さん使うしね、半兵衛使うで、秀長さんね、何しようかな。秀長さんね、鉱山行っとこうか。最大ね。で、八須賀さんね、治安向上ね。亀井さん、開墾がいいんだな。あ、もうちょっとか。亀井さん何しよう。亀井さんね、武芸弁舌、武芸あんまないんだよね。軍学もないね。算術もないのか。困ったな。じゃあ武芸弁舌でいいか。よいしょ。長門さん、この人ね、早く出世させてあげないとね。何がいいんだろう。訓練がいいのかな。軍学があるから訓練がいいのかな。よいしょ。で、直江さん、この人も出世させんとね、いけないですよね。算術、弁舌、弁舌ありまくりだから軍資金かな。で、最大1万ね。で、中条さん、中条さんね、辛いんだな、この人。でもまあ、訓練ぐらいはできるでしょう。で、安田さん、安田さんも訓練だな。病気してた時に、あれですね、病気してた時の人なんですね。あら？今攻め込んでんかな、ひょっとして。あ、直轄中村城、行ってらっしゃいと。この人も辛いな。兵糧庫にね、行ってくださいと。ならば、合戦。長足壁ね。戦闘中。ということは、ここ攻めたら楽勝なのか。だな。軍資金は、2万でいいです。で、兵糧ですね。兵糧が6万。で、軍馬4000でしょ。鉄砲1万。鉄砲1万か。いや、鉄砲6000で。あら？6000かな。6000。2部隊はね、普通に足軽に。多分ノブリに出てるんでね。ノブリに出てるでしょ。赤松さん、石山本願寺どう？誰？あなた。あ、知らん人やな。まあ来るかな。お、承知なさいました。ちょっと、わあ、秋城攻略、向かうところ敵なしですね。で、ここね、今本拠、さっき来てたんですね。ということは、これ援軍来ないと思っていいんでしょうね。今あんな状態でしたらね。
はいはいはい、意見聞いてみましょう。圧倒しております。それほど、あ、もういけますよと。はい、海賊ぐらい、あ、海賊じゃないか、海賊か、どうだろう、あと忍者かな、あ、来ない、あ、これはすごいですね。攻めてる時に攻めたらいいんですね、他の人が、他の城をね。これすると援軍来れませんもんね。これで長宗我部は落ちるんじゃないですかね。次が誰だっけ、あの人、四国じゃないわね、あの西日本を持ってる人ね、あれ誰だっけ、あ、毛利ね、毛利、あ、北条の方がでかいんだな、まあ織田がダントツですけどね。ほほほほほ、うん、というわけで、あ、茶席やってんだね。柿崎さんね、柿崎さん厳しいな。福島さんはもうね、あ、直江さんね、まあいいか、ね、締め寄られた方がね戻ってきました。またあれですね、諜報依頼者彼ね、また彼の仕事奪っちゃいましたね。あ、茶会できるわ。さあ、じゃあね、表情、いや、次の相手決まってないでね。どうしましょう。あ、まあじゃあね。じゃあね、じゃあ、じゃあですね、ちょっといろんな方に仕事任しましょうかね。ああ、ここがすごいな、1万、お金も、あ、兵糧がだいぶ増えましたね。岡さん何だろう、あ、開墾か、よいしょ、よいしょ。で、加藤さんは治安工事ね、こっちが治安工事しとこっか、よいしょ。で、ガモーさん、ガモーさんは軍資金調達じゃなくて兵糧購入しましょうか、1万貫でね。で、官兵衛さんは、あ、何でも来いか、補修、いや、補修はいいか、鉱山ね、あの鉱山もあれですね。半兵衛さん、もうあんまないかな。半兵衛さんはね、徴兵がいいかな。半兵衛さん徴兵しましょうか、1万貫でね。直江さん、ああ、直江さんも算術弁術か、ああ、これですね、最大。福島さんも治安工場、よいしょ。堀尾さん、あ、建築できんか、この人ね、補修しましょう。小西さんも、ああ、治安工場か、まあいいでしょう。で、花房さん、霊峰か、この人もでも武芸弁術あるから治安工場で、これみん
なもう最大限度なのかな。でもあんまかけすぎると良くないのか、効率悪くなのかな、あの上限いっちゃった日にはね。この人は三術弁術か、三術弁術なら無資金で花房さん、あなたも訓練だな、訓練の人ですね。じゃあね、じゃあ私はですね、休養しましょうかね。体力回復でね、明智光秀様の軍団が、長宗我部家は滅亡しましたと。羽柴秀吉様、二度目か。お、見事だと。お、領地の。はいはいはい。はい。ですね。さて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 。さあ、どこ行きましょう。剣士いないでしょ。柿崎さん、いますね。手合わせしてみましょうか。それ以前にですね、そっかそっか、武器ってどうやって変えれんだ。なんか一筋縄ではいけなさそうな気がしますね。お、勝てる。いや、待て、ここまで来たら火使えるわ、連続斬りね。はい、勝ちましたね。久しぶりに勝った気がしますね。柿田さんちょっと上がってる気がするね。直江さん、いないか。福島さんね、もういい加減にしろよと。いないのか。どうしようかな。診療所開いたりしちゃおうかな。誰か来たなと。ちゃうね。はい。はいはい。大井戸加賀。おお。はい、締め寄られた人がね、帰ってきました。診療所に行きましょう。お、なんだ、イベントですね。うちの人が馬にはねられまして、もうすぐ運ばれてまいりますと。農民のとこがね、お、故障が。お主らのことなどどうでもよい、お主らが殿の馬を驚かしたせいで、殿は馬から落ちてしまわれたの。なんかありがちですね。先生、こんな者どものことはどうでもようございます。殿のご診察を。殿、誰？殿って。公家？この怪我を見てくだされと。公家らしき男はすりむいて膝を見せたと。俺、こんなに血が出ておる。ヒリヒリと痛うてかなわん。早くなんとかしてくだされと。たかがそんなけど主人なんて喋ることすらできないんですよとね。争いはやめなさいと。どちらを先にしろ。もう農民ね、この、これフラグですよね。ねえ、なんとそやつらのせいでわしはと。そんな傷ほっておいても治ります。とりあえず水で洗っておきなさい。いいですね。はいはい。肋骨が折れているようだが、命に関わるような状態ではないと。痛めた箇所があんまり動かないように固定しておこう。時間はかかるが確実に治ると。熱が出たらこの薬を飲ませなさい。だが一日に一服しかいけませんぞと。本当にありがとうございました。ほら、あんたしっかりしなさいよと。ね。ということで、診察は一巻を受け取った。お、先生、私の方も血は止まりましたし、痛みも引いたので帰るとします。恨みを買うんでしょうかね。他に怪我はございませんが、傷口にはこの軟膏を塗って清潔にしたことよろしいでしょうと。思えば私の馬のせいであの夫婦にも悪いことをしましたと。後で詫びを言っておきましょう。おお、すごいですね。二人も恨みには思いますないと。ねえ、大事には至らずによかったとね、騒ぎはね。じゃあね、生薬。薬草が足りません。競争剤。なんだこりゃ。
ほう。競争剤ってどれ？銃の、こっちの方があれなんですね。いつか作ってみましょう。ランクが上っぽいですね。はい、調合に、あ、無効薬が維持できましたと。風邪薬、予算持ってるんだね。特効薬2日。あら、1日か。あ、薬がないのかな。はい、診療しましょう。何日間？2日。じゃあ中止で。あ、診療所は畳んじゃダメなんだね。すごい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 達成。山中さんごめんなさいね、2連ちゃんですね。ノブリンからは成功性はないんで、どうしようかな。金庫で出金、貯金から5000ね。あ、5000と、消去5000とね。じゃあ漂流始めましょうか。もうそろそろね、ちょっとやりなさいよってきそうなんでね。メインはメインの人間を残しておくとしまして、キーパー、この人も治安向上かな。よいしょ。秀長さんね、秀長さん鉱山かな。よいしょ。あ、こっちもあるんですよね。秀長さんは1万で、八須賀さんね、八須賀さんは治安向上ね、治安向上。亀井さん、亀井さんは開墾ね。あ、まだか、治安向上か。あ、軍資金調達かな。あ、算術低いな。となるとここか。で、長門さん、長門さんもそうですね、訓練かな。いや、軍事系、軍学か。訓練はどうかな。直江さんね、直江さんもね、早く修正させてあげないといけないな。算術弁舌、最大で、中条さん、あ、違う、中条さんね。あ、中条さん微妙だな。よし。あ、姫路城ですね。まあそれは置いときまして、訓練、よし。山中さんね、どうしよう。次ね、もう行ってきそうな気がするんでね。違うかな。ここ行ってみようか。あ、時間来ましたね。じゃあね、対抗理事伝のパート117ですね。この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。